時明時明二月十八日から九百七十九年四月三日は日本の政治家家族貴族院主尺議員東京府出身最後の沼田藩主時寄り友の七男に生まれる明治三十年代のある日来地の家は財産を失い赤坂の屋敷と沼田の別邸を売り払って 北千住で庶民として再出発する。1915年千葉県立高等園芸学校卒。明治法律学校を経て東京帝国大学理科大学専科を修む。帝大では発酵学を学び、卒業後は仲間と共にパンの製造販売業を立ち上げたが事業としてはうまくいかなかった。無類のパン好きとして知られ、世間からはパンの殿様とも呼ばれた。 兄、時寄都市の隠居に伴い、1918年6月29日試策を就職。妻の貞子の実家で、日本橋三越前で八部同士を扱う、近藤商会に入社。同社より発行学の研究のため、ドイツに派遣されていた留守中に、高木町の自宅が関東大震災で被災。1924年に渋谷区東に新たな居宅を建てた。 この邸宅は1990年に群馬県沼田市に移築され、1997年に旧都岐家住宅養館の名称で国の登録有形文化財として登録を受けている。1928年10月、大久保立の推挙により出馬した貴族院議員補欠選挙で当選。1931年、犬会内閣で陸軍参与館に就任し、 翌年斉藤内閣で陸軍政務次官になる。1934年成立の岡田内閣でも同職に止まった。戦後、1946年6月12日に貴族院議員を辞職。同年9月に公職追放となる。1951年8月追放解除。1979年死去。ありがとうございます。